ロシアはウクライナへのいわれのない侵略と占領により不可逆的な崩壊へと向かっている。ロシアはウクライナの民間インフラと市民生活への攻撃によって重い代償を払い続けている。ロシアのこうした動きは自国の都市、特にモスクワに戦争を持ち込んでいる。首都はしばしば無人機攻撃の標的となっており、ロシア人は本当の悪夢を生きている。無人航空機はロシアの均衡を乱した。昨日ロシアがウクライナのいくつかの都市を砲撃したことを受け、ウクライナは厳しく対応した。今日もまたモスクワの空港、政府庁舎、施設が正体不明の無人航空機に攻撃された。初めてドローン攻撃によりモスクワの全ての空港が閉鎖された。ロシア国防省の最新の声明では、ウクライナが首都モスクワとその周辺施設に対して無人航空機による攻撃を行ったと発表された。ロシアの首都モスクワで18日朝再び爆発が起きた。前回同様、モスクワ市のビジネスセンターエボリューションタワーとフェデレーションタワーの近くで爆発音が聞こえた。周知のようにここには3つのロシア省庁のオフィスがある。寄せられた情報によると、爆発の数秒前、目撃者はドローンが飛んでいるのを見たという。爆発現場には煙の柱が立ち始めた。ロシア国防省は従来モスクワへのドローン攻撃についてウクライナを非難してきた。同省の声明によれば、キエフ政権は8月18日モスクワ時間指示、モスクワとモスクワ地方の施設に対してドローンを使った攻撃をまた行った。この攻撃で人命被害はなかったが、セルゲイ・ソビアニンモスクワ市長は、攻撃された後、UAV の部品がモスクワのエキスポセンター周辺に落下したと述べた。ロシアの宣伝担当者たちはすぐに、ドローンがモスクワ市近郊のクラスナプレスナスカヤ堤防にあるエキスポセンターに衝突したと、ドローン攻撃について不満を述べた。約30平方メートルのパビリオンの外壁が部分的に崩壊した。目撃者は爆撃された。ドローンのような振動だった。みんな目を覚ました。どのタワーがやられたのかはまだわかりません。ドローンによる攻撃のため、すべての空港の閉鎖が決定された。空域が閉鎖され、出発と到着が一時的に遅れた。一部のフライトは他の空港に振り向けられた。8月18日夜、ドローンによりモスクワの全4空港の運用が制限されたことが発表された。金曜日に閉鎖された4つの空港はモスクワを発着する国際線及び国内線の民間便の大部分を運航していた。ロサビアチア航空局によると、モスクワには他にも小規模な空港や軍用空港がいくつかあるが、影響を受けた7便はニジニノブゴロド、サンクトペテルブルク、ベラルーシのミンスクに迂回したという。ご存知のように、モスクワが2022年2月にウクライナへの全面侵攻を決定した後、ロシアへの航空輸送は崩壊した。 EU 加盟国、英国、米国を含む数十カ国が防空システムの標的となったロシアの航空会社に対して領空を閉鎖した。 UAV は飛行ルートを変更し、モスクワのクラスノプレスナスカヤドック近くの非住宅ビルに墜落した。思い起こせば、モスクワの空港は8月10日夜のドローン攻撃で閉鎖された。その後、ブヌーコボ空港とドモジェドボ空港の発着便が制限された。この2つの空港で合計約30便が遅延し、到着した飛行機は他の空港に迂回した。攻撃後、ロシアの警察と特殊部隊が現場に派遣された。目撃者によると、ロシア連邦の首都のこの地域では通信障害が発生した。その後、ロシアのメディアは、UAV 到着の知らせにより、モスクワ市内で集団避難が発生したと報じた。数十万人のモスクワ市民が厳格なルールのもと、危険地域から緊急避難した。情報筋によると、正体不明の人物が市行政に別の無人機攻撃について知らせたという。現在、彼らはタワー A から避難しており、すでに2000人がそこから避難したと報告されている。避難が始まったのは、正体不明の人物がモスクワ市の行政機関に連絡し、別のドローン攻撃を報告したためである。ウクライナはこの件に関してまだコメントしていないが、キエフは以前、モスクワのいわれのない侵略から自国を守ろうとする一方で、ドローンを使ってロシア領土の奥深くを攻撃したことを認めていた。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、先月の首都への攻撃の後、
困難な状況に直面している。キエフはウクライナ軍がモスクワに無人機攻撃を行ったと警告し、さらなる攻撃が来ると警告した。ウクライナは双方で数千人の死傷者を出したロシア軍の民間人への攻撃に直接対応している。7月に入ってからモスクワ地方は約20機のドローンの標的になっている。実際同国のドローン軍調達計画を監督するデジタル変革省のミハイロ・フェデロフ・ウクライナ大臣は先月、ウクライナ国内からロシア軍を排除しようとするキエフの反撃の中でドローンによる攻撃はさらに増えるだろうと述べた。当時ウクライナの大統領だったボロディミル・ゼレンスキーによれば、ウクライナは強さを増しており、戦争は象徴的な中心地や軍事基地を含むロシアの領土に徐々に侵攻している。一方ロシア側はモスクワへの新たな攻撃でヒステリーに陥っている。彼らはなぜ自分たちの厚かましい対空防衛が機能しないのか不思議に思い、ウクライナの都市や核施設への攻撃を要求している。ロシア連邦の国家議会はモスクワへの攻撃は驚くべきことではないとし、モスクワ市のビジネスセンターが UAV の良い参考地点であると述べた。しかしロシアのウラジーミル・プーチン大統領はロシア当局がキエフのせいにした一連の無人機攻撃の後、ウクライナ国境の管理強化を命じた。ロシアの防衛にとって憂慮すべきこれらの動きはより大規模な攻撃の可能性について疑問を投げかけている。したがってロシアのコメンテーターの中には、無人機攻撃はウクライナが国境地帯を標的にできることを示そうとしたものだと見る者もいるが、これはロシア国内の緊張を煽りウクライナ国民からの支持を集めるものだ。ロシアのブロガーの中には、これらの攻撃はより大規模で包括的な攻撃のリハーサルの可能性があると考える者もいる。キエフはドローンの新しい武器庫を使い、近距離と遠距離の両方でロシアの標的を攻撃している。ウクライナの指導者が関与を否定している者も多いが、ロシア国内奥深くでの知名度の高い数々の攻撃はクレムリンを不安に陥れ、ロシアのプーチン大統領を困惑させていると言えるかもしれない。キエフ軍はモスクワとの戦争で新技術を採用し、数は多いが敏捷性に劣る敵に対して様々な進歩を活用している。ウクライナ紛争と並んで UAV 戦争は効果的かつ効率的な戦争ツールであることが証明されている。 UAV がますます高性能になるにつれ、これまで以上に正確な攻撃を仕掛けるために使われるようになり、より攻撃的な戦争形態につながる可能性がある。無人機の使用は戦術的な優位性をもたらすだけでなく、戦争の性質を大きく変え、同国東部で進行中の紛争でウクライナを強力に優位に立たせる。こうした攻撃でウクライナは広範な破壊や人命の損失よりもモスクワに恐怖を与えることを狙っている。キエフは無人機の軍隊プロジェクトの範囲内で無人機の活躍の場を広げる計画だ。10ヶ月で1万人の UAV オペレーターを養成し、26の提携校と提携してオペレーターを養成している。訓練の第2段階は6月に始まり、ウクライナの新たな目標はさらに1万人の UAV オペレーターを養成することだ。さらにウクライナ政府はドローンを製造する民間企業に特別なインセンティブを与え、これらの乗り物から得られる利益の大半を企業に移転している。要するにウクライナの UAV は無人攻撃者の使用によって新たな局面を迎えたこの戦争で効果を発揮していると言える。